劇場版鷹の爪シリーズもおかげさまでついに第7作目。これも皆様の変わらぬご支援のおかげと心より感謝申し上げます。そこで日頃のご愛顧にお答えして、今度の鷹の爪はまさかの無料。吉田君、無料ってどういうことじゃね。ジョブ部が映画鑑賞料金をみんなにおごるって言うんですよ。一体どんな映画になるんじゃ。大丈夫かね。これから公式サイトでは不定期に映画の情報をお伝えしていきますので、時々見に来てくださいね。忙しかったらいいです。それより今度の鷹の爪はセブンじゃなくて7と読むのか。はい、作者のフロッグマンが7人兄弟の7男坊なんで7にこだわりました。フロッグマンって7男坊なの。あなたの映画鑑賞料金をおごります。前代未聞の七色エンターテイメント鷹の爪7。上陛下のジョブ部、7尽くしだけに公開日は4月4日。7じゃないのかい。